レオカバニスです。俺みたいな若造が来て心配ですか？安心してください。ファルツォーネで一番怖いのはカポですから。構成員はみんな結構気さくなんですよ。これからよろしくお願いします、シニョリーナ・アドルナート。よかった、こういうの慣れてないんで。そう言ってもらえると正直助かります。俺のことも遠慮なくレオって呼んでくださいね。ま、護衛役がレオってのは適任だな。ダンテやらニコラやらがあんたと四六時中行動を共にするのはさすがに目立ちすぎる。あんたとは俺も一緒に行動するんだからな。それに護衛役は長時間あんたのそばにいるんだ。ダンテも緊張しないで済みそうな相手を選んでよこしたんだろう。きっとそうだと思います。カポはああ見えていろいろと優しいとこもあるんですよ。シニョーレ・レッドフォード、これからしばらく出入りさせてもらいます。うん、これからよろしくね、レオ。もしあなたに不穏な動きが見えればすぐファルツォーネに報告しますよ。それが俺の任務ですから。挑発するな、別に取って食いやしねえよ。もっとも護衛役のお前が殺されればファルツォーネとしちゃ話が早い。うちに殴り込む理由ができるからな。レオも任務達成ってわけだが、ビスコンティとファルツォーネはもう手を組んだ。俺たちは仲間だろ。せっかく協力関係が築けたってのにつまらねえ喧嘩で水を差すのはなしだ。挨拶も済んだことだし、談話室に来てくれ。これからのことを少し話しておきたい。昨日の会合で俺たちはファルツォーネ、そしてラオ州と手を組むことが決まった。カポ同士はしがらみを忘れるってことで合意したが、お前らの中にはそう簡単に割り切れねえってやつもいるだろう。だから調査自体はそれぞれの組織でそれぞれに行うってことになった。なるほど、下手に組織間で協力して一緒に動くより合理的で賢い選択だろうな。だろう。それと定期的に会合を開いて情報を共有し合うってことにもなってる。もちろん俺は情報は自分の足で稼ぐ主義だ。あんたにも手伝ってもらえると助かる。ブルローネで起きてる事件ならこの町の連中に話を聞くのが一番手っ取り早いだろう。それにクレタの奴らは俺が逮捕されたって聞いて心配してるだろうからな。顔を出してやらねえと。私は私で準備を進める。
ギルバートの手に入れてくる情報が果たして裁判で証拠として使えるものかどうかわからないからな。最悪この町がどうなろうと、どんな手を使ってでもギルバートの無罪を勝ち取らなければ。うん、その辺はお前に一任する。頼んだ。ああ、ファルツォーネには一度早いうちに行ってダンテと話さねえとな。あんたは気が進まないかもしれねえが、一つ気になることがあってな。鍵の乙女を守るのがファルツォーネの使命だってダンテが言ってたことを覚えてるか？だがあいつは肝心の鍵の乙女っていう役割の内容については明かさなかった。おそらくそれはマフィアに保護されるだけの理由になるほど重要な役割のはずだ。情報は正しく把握しておきたい。すみません、俺は何も聞いてないです。鍵の乙女って単語を初めて聞いたのも今回の護衛を命じられた時でした。あなたを守るようにとは言われてますけど、それ以外の詳しい説明は特になかったです。ギルバート、余計なお世話かもしれないが、少し考えすぎてはいないか？話を聞いた限り彼女はファルツォーネにとって重要な人物らしい。それは私も理解した。だがブルローネマフィアが協定を結んだ以上、たとえラオ州だろうと今後は彼女に手出しできないのでは？ラオ州は黙ってるかもしれねえが、敵はそれだけとは限らねえだろ。俺を陥れようとした相手が彼女の情報を手に入れる可能性だってある。いざって時必要な対処が取れるようにしねえと。ああ、真犯人がもし意図的に俺へ罪をかぶせたんなら、俺に恨みを持ってる可能性もある。もちろんそうじゃない場合も、たまたま俺に白羽の矢が立ったってこともあるかもしれねえが、とにかく情報は多い分には困らねえ。だったら早めに探りを入れておきたい。うん、確かにファルツォーネの話も気になるところではあると思う。だがそれよりラオ州のヤンに会うのが先決では？リュウ・ファンフィが偽札製造に絡んでいる可能性は高いんだろう。ならラオ州の狩猟にそのあたりの話をもう少し聞いてみた方が確実ではないかと思うが。確かにそれも後回しにはできねえな。けど今聞いても昨夜以上の情報が出てくるか？昨日の今日でそう簡単に新しい情報はつかめねえだろうし、ヤンが本国に探りを入れるのを待ってからの方が効率がいい。いろいろ話してましたけど、結局今日の予定はどうするんですか？リリーの意見も聞きたい。ああ、この件にはあんたの存在が深く絡んでる。あんたはもう立派な当事者だ。だったらあんたにも道を選ぶ権利がある。さっきも言ったが、俺はあんたをずっと屋敷に残しておくつもりはねえんだ。ダンテにもあんたは俺が守ると約束した。筋を通すためにも一緒に行動してもらうぜ。前も言ったように、この町でどこよりも安全なのは俺のそばだからな。私は留守番だな。裁判に向けてやることが山ほどある。あ、俺はもちろん一緒に行きますよ。そのための護衛なんですから。さあどうする？あんたの気が向かねえならファルツォーネやラオ州のとこに行くのは後回しでもいい。その時は他のことから片付けていけばいいさ。聞かせてくれ。
わかった。じゃ、早速出かけるか。うん、する必要あったか。俺が取り継いできます。いくら協定を結んだからって昨日の今日でビスコンティのボスが正面から来るのは想定外ですよ。構成員がみんな度肝を抜かれちゃいますから、ちょっと待っててください。そうか、気にすることねえのに。ダンテもきっと俺と同じで気にしねえよ。よう、ダンテ。昨日はよく眠れたか？顔色が良くねえようだが。気にするな。少し不機嫌なだけだ。何かあったのか？今更隠す必要はない。俺の知っていることは全て話そう。ここまで巻き込んでしまった以上、お前には知る権利がある。レオ。はい、俺は部屋の外に出てますね。何かあればいつでも呼んでください。ファルツォーネは古くからこの地で生きてきた。その隠された使命は聖遺物の管理。ブルローネ教会に伝わる神託を知っているな。それはファルツォーネが情報を操作してきたからだ。その信託を受けたのは他でもない、ファルツォーネの祖先。信託の内容には、聖遺物の封印を解く鍵、すなわち鍵の乙女についても含まれていた。それについて公にすることはできないからな。教会建立に関する伝承のみが残ったんだろう。だが、ファルツォーネにも封印を解く具体的な手段までは伝わっていない。長い歴史の中で何かが起きたのか、今は失われてしまっている。鍵の乙女は、教国が占星術によって選び出し、ファルツォーネに伝えられる決まりだ。歴代の鍵の乙女は、その価値ゆえにしばしばその存在を狙われている。だから守る必要があるわけか。ギルバートも知っているだろうが、犯罪組織が見逃されるブルローネという土地へ新たに入り込もうとする組織は後を絶たない。そんな奴らが、もしファルツォーネが特別扱いをしている女がいると知ったらどうなるか。今回の件、真犯人が金、あるいは権力を求める類のありふれた人間なら、彼女の存在が露呈すれば狙いに来る可能性も高いだろうな。ファルツォーネは聖遺物を守るためにその地を受け継いできた墓守の一族。聖遺物の管理者として土地を守る力が要された。
それが金であり武力だった。俺たちは武器を手に取り、時の支配者からこの地を守り、今ではマフィアと呼ばれる存在になった。ディスコンティが嫌う俺たちの純血主義も、元は一族の掟が絡んだものだ。リリアーナ、許されることじゃないが謝罪したい。すまなかった。お前をファルゾーネの宿命に巻き込んでしまった。できることなら何も知らせないまま秘密裏に守り続けていきたかった。鍵の乙女は星と共に移り変わるものだ。何事もなく時が過ぎていけば、お前は何も知らないまま、いずれは自由になれるはずだった。だが、ファルツォーネに管理者の資格があるのかと、強国から疑われたせいで、俺が至らなかったせいで、お前に事実を明かす事態となってしまった。俺はお前が星に選ばれた理由がわかるような気がする。俺もダンテと同じ意見だ。あんたが笑えばどんな封印でも解けるんじゃねえかって気がしてくる。ダンテ、ついでに少し血なまぐさい話もしたいんだが、時間はあるか？構わない。だが、彼女に聞かせる話でもないだろう。話が終わるまで少し待たせることになるが、構わないか？悪いね。すぐ終わらせる。グラッツェ。じゃあレオ、彼女をしっかり守ってやってくれよ。わかりました。任せてください。人払いはしてあるんで、安心して話してください。そいつは助かるな。じゃ、後で。じゃあ、話が終わるまで、サロンで待ってましょうか。他の構成員もいるかもしれませんけど、何か聞かれたら、俺から説明します。ようこそ、ファルツォーネ。今日は寒かったでしょ？
またホットミルク。エスプレッソでいいのに、子供じゃないんだから。そうは言いますけどね、あなたもまだまだ子供みたいなものですよ、レオ。あ、この人はジュリアです。この屋敷で家事を取り仕切ってます。ようこそリリー、ダンテ坊ちゃんのご友人なんでしょ。お気軽にと言ってもちょっと足を運びにくいかもしれませんけど、いつでも遊びに来てください。ファルツォーネの子供たちにはよくホットミルクを入れてあげたんですよ。大人になったら自然と卒業しますけど、小さい頃はみんなこれが大好きでしたね。まあ中には苦手っていう子もいましたけど。それはそれはありがとうございます。いつでも作って差し上げますからね。みんなで仲良くホットミルクの話？あ、ニコラさん。ジュリアが作り方を教えてくれたから、僕も昔はダンテによく作ってあげたよ。懐かしいな。ボンジョルノ、シニョリナ。僕はね、君にあの話を伝えられたのがこのタイミングで良かったと思っているんだ。ダンテは使命に縛られ、その重責を一人で背負い続けていたからね。今回峡谷によってファルツォーネの秘密は公になってしまったわけだけど、おかげでダンテの重荷が多少は軽くなったんじゃないかなと思うよ。よかったら僕も混ぜてくれる？少しおしゃべりしようよ。何をやっているんだ。遅かったね。お客様が退屈していたからお相手をちょっと。君の小さい頃の話とかさ。仲良くやってるな。俺も混ぜてくれよ。ああレオ、ちょっとパリスへの届け物を頼みたいんだけど、いいかな？もちろんです。いつも俺がやってますし。あ、でも。もう帰るだけだ。護衛のことは気にせず、用が済んでから戻ってこい。じゃあ、
この後はよろしくお願いします。すみません。すぐに戻りますから。そうだ。屋敷に戻る前に寄りたいところがあるんだが。いや、改めて考えるとシニョリーナを連れて行く場所じゃなくてな。ストラノだ。確かに、あんたにとっては初めて行くような場所でもないか。なんだとかな、喧嘩売ってんのか。何言ってんだ、お前一人だけ儲けてんのが悪いんじゃねえか。そうだそうだ、うまい仕事があるんだろ、教えろよ。酔っ払い連中が喧嘩でもしてんのか。うまい仕事なんて そんなの知るか。知ってても教えるわけねえだろ。なんだとこの野郎、下手に出てやったらつけ上がりやがって。あのままにしとくとよくねえな。ちょっと待っててくれ、止めてくる。お前ら見てるだけならどいてくれ。あ、今いいとこ。あんたギルバート。この野郎、そこまで言うなら。ああ、刃物はしまったままにしとけよ。酒の勢いで死ぬなんてつまらねえだろ。なんだ、邪魔すんのかお前。ん、あんたどっかで見たような顔だな。どこの誰だか知らねえが、女連れでのこのこ歩いてるとは生意気じゃねえか。ああ、誰に向かって口を聞いてるんだこの甘い。口の聞き方をわきまえてないのはそっちの方。なんだお前、今どこから。どうだ、少しは酔いが覚めたか。俺はこう見えて血が嫌いでな、お前らが人情沙汰にもつれ込むのはできれば止めたい。だが女子供の前で怒鳴る男も好きじゃねえ。そういうやつは殴り飛ばしてやりたくなる。矛盾してるようだがな。あれ、あんたまさか、
ビスコンティの？お前らの酔いが覚めねえって言うなら、しばらく遊び相手になってやってもいいが、どうする？いや遠慮します。逃げろ！次は飲まれるほど飲むんじゃねえぞ。そんな男、かっこ悪いだろ。優しいなんてな、買いかぶりだな。俺の場合は単純に喧嘩が嫌いなだけだ。対等な関係での喧嘩は口論でも殴り合いでも好きにすればいいって思ってるんだけどな。だが弱い者いじめは放っておけねえ。酒の力を借りて暴力を振るうだの、女子供を泣かせるだの、そんなゲスは俺の方から手が出そうになる。それだけだ。結局は俺も喧嘩っ早いって話だな。実は今日俺はずっとあなたのことを見守ってました。あなたがビスコンティの屋敷を出てから今まで、強国があなたを選んだことであなたはマフィア絡みの事件にまで巻き込まれてしまう立場になった。俺は使徒として責任を持って守りたいと思ってるし、芸家たちも同じ気持ちです。もちろん一日中ずっとあなたを見張ってるわけじゃなくて、ストラノとか危険な地域に来るときは特に気をつけるようにしてるだけ。はい、いえ、あなたのためですから。はい。よろしく、リリー。俺のこともギルでいいぜ、オルロック。わかった、ギル。ああ、なんか騒がしいと思ったら、あんたらか。また金でも配ってんのか？お、こないだの坊主じゃねえか。そうだ、最近この辺りで何か変わったことねえか。なんだよ、やぶから棒に。変わったことって、例えばどんな？見かけないやつが増えたとか、とにかく何でもいい。変化があれば全部話してくれ。お前が知ってることを教えてくれるならもちろん情報料も払うぜ。ああ、変わったことか。言われてみれば確かに一応あるかな。頼もしいな。早速聞かせてくれ。ところで坊主、名前は？ルカ。この辺りってか、
アルカの話なんだけど、向こうに役所の多いあたりがあるだろ。あそこで旅行客を見てさ、ブルローネの人間じゃねえのは一発で分かった。スーツ着てて身なりは良さそうだったけど、ただの観光客って感じでもなさそうで、でそいつがカバンを落としてったんだよ。警察？そんなことするわけねえだろ。言っても面倒なことになるだけだし、せっかく拾ったのに盗んだんじゃねえかとか、いらねえ疑いかけられるのは嫌だ。で話を戻すけど、そのカバンの中に何かおかしなもんがあってさ。なんだよ、悪いかよ。落ちてたんだから拾った時点で俺のもんだろ。で、あのカバン捨てようかと思ってたけど、あんたが買い取ってくれるならねぐらから取ってくるから待っててよ。品物次第だな。本当におかしなもんならきっちり報酬を払ってやるよ。よっしゃ、じゃあすぐ戻るからそこにいろよ。これはカジノの刻印か。ルカ、お前は中身も見てるか。うん、俺読めねえし、その封筒最初から開いてたぜ。けどただの手紙だろ。金にならねえからほっといた。12の席、テーブル番号か。この辺じゃその金は使えねえからな。かといって俺の身なりじゃそれを使えるような店には入れねえし。ルカ、よくやった。こいつはなかなか面白いもんだ。いいのか、もらっちまって。なあ、これからも何かあったらさ、あんたに報告したら買ってくれるか。うん、もちろん助かる。やった、俺にも運が向いてきたぜ。ああ、最近景気がいいのか知らねえけど、ストラノで金回りのいい大人が増えてるんだ。でも身入りのいい仕事は誰だって人に教えたくねえだろ。だからみんなどこで稼いでるか黙っててさ。ま、俺は俺でやるからいいけど。じゃあな、何かあったら連絡する。景気がいいか。偽札の件が広まれば俺たちの客は減る。実際すでに減り始めてる節はある。裏の人間は情報が早いからな。そのうち観光客も減り、ブルローネは経済的に大打撃を受ける。そうなればストラノで生きるのはますます大変になるかも。ストラノだけじゃない、他の地区でも職を失い家を失う人が出るかもしれない。ルカと会えたのはラッキーだったな。あいつは頼りになりそうだ。ああいうガキの方が大人より世の中を見てるもんなのかもしれねえ。
おお、ギル、逮捕されたんだって？ああ、みんなには心配かけたな。この通り、とっくに釈放されてるんで、安心してくれ。私も聞いたよ。ビスコンティが偽札を作ってるだなんて、とんでもない話だ。ギルはそんなことしてないって、みんなわかってるからね。安心しなよ。ああ、シニョリーナ。美しい人、俺は君を見て本当の愛を知った。今すぐ君を連れ去りたいんだが、いいかな？そんな釣れないことを言わずに、どうか愚かな俺に愛を与えてくれ。大丈夫大丈夫、俺は後悔させないから。俺の女に何か用か？ギルバート。一つ教えといてやる。女を口説くなら手順を間違えるな。相手が嫌がることをするような男に女の愛を受ける資格はねえな。すみません、ギルバートさん。俺そんなつもりじゃ。謝る相手が違うだろう。すみません、シニョリーナ。よかった。じゃあ、俺はこれで。大丈夫だったか？この国の男は綺麗な女がいると口説かずにはいられねえからな。あんたは今まで何人もの男に声をかけられてきたんだろうが、その度いつも自分で何とかしてきたんだろう。そう思ったらついな。あんたはよく頑張ってる。むしろ頑張りすぎなくらいだ。俺が隣にいる時くらいもっと俺に頼ってくれていいんだぜ。ギルバートが持ち帰ってきた招待状と10ドル札の解析が済んだ。
招待状からは文面以上のことは何も。だが10ドル札はやはり偽札だったらしい。やっぱりそうか。にしてもなんでわざわざ招待状に10ドル札？種銭にしては少ないよな。あんたの言う通りだ。これは新札、刷られたばかりのもの。ってことは、せっかくのご招待、断る理由はねえだろう。勝負は新月の晩、次の金曜日だ。